俺ね、あれなんですよ。水面に浮かべていた、水草が死んで、逆に、この藻が発生するという。だいぶ汚れてます。ね、ガラスにもいろんなこう、羽が。ふん、ふん、ふん。そして一番やばいのがですね、これですよ。蜘蛛っすね、これ。蜘蛛入ってきやがりましたね。蜘蛛が入っちゃった。どこだ？捕獲せねば。藻ですよ、これ。藻が大量発生。というわけで、今日はこのカエルさんたちのお部屋を徹底的に掃除します。さあ、まずはカエルちゃんね。よいしょ。おはようございます。おはよう、おはよう。おはようございます。フォーカスは。すいませんね、ちょっと一時的に見てください。そしてもう一人ここにいました。しばらくここにいてください。まずやることは糞ですね。これを全部1個ずつ取っていきます。ではポンプを止めます。生き物がね、住んでますから、洗剤とか使えないんですよ。カエルなんでね、ちょっと跳ねますから、どうしても壁にね、こうやって汚れがついてしまいますが、そしてですね、今回はちょっとトリミングしようかな。もうこれジャングルっすよね、ジャンゴー。いや、ポトス強で、次にやることが木取れるんです。もう完全にこれモジュール化してますんで、地球上でやっぱり一番強いのは植物だね。はい、取れました。こんな感じでね。いや、これはちょっとえぐいぞ。疲労を心を鬼にしてね、見てこれ、これよ、これ、これもすごくない？先行きます。でもこんぐらいでいいんだよ、こんぐらいでさ。さあ、そしてはい、蓋の岩を取ります。蓋になってます。中にミスト、水をちょっと入れてみてどういう感じになるかね。一箇所ここまで行くと、多分ポンプがちゃんと作動する水位になったと。フィルター変えるか。フィルター変えます。止めた状態で、はい、モジュール一旦取ります。こんなになってます。ラスト、わかります？
このアクアテラリウムがどういう構造なのかあまりにも分かりにくいので図を持って説明をしようと思います。まず右側に見えるメインの崖なんですが、実は中空のボックス状になってまして、中にはポンプが2つ入ってます。片方は壁から流れる湧き水で、もう一つは滝を流れる水を下から吸い上げるためのポンプです。そしてこの崖の手前にある大きな岩が、実はこれがメインのポンプになっていて、フィルターが入っていて、水の浄化はこのポンプが担当すると。ただこの水の量に対して若干力不足なのですが、これは水全体を頻繁に僕ら変えているので、まあ、それでカバーすると。でメインのボックス状の崖の上には着脱可能な箱状なモジュールがあって、まあプールになってるんですけれども、そこにね、滝の水が吸い上げられて、ある水位を超えると滝になって、まあ滝が流れるようにね、その崖の部分デザインしてるんですけれども、そこを流れる。で、さらに、そのプールの中には、霧ですね、ミストの発生装置があって、水と同じように、その滝の水が流れるのと同じように、霧の煙が流れ落ちるようなそんな構造になっています、ね、湧き水が出てるのが分かると思います。これがね、定期的にちょっと調整をしないと詰まったりするんですよね。まあそれが、ね、後からできるように中のポンプをね、掃除できるような構造に一応してあります。崖を元に戻そう。まずポンプを探さないといけない。さっす、刺して、さあこれでどうでしょうか。滝が流れれば水位が上がってきました。で、そこのへりを越えると滝が流れ始めるというわけですね。よう作ったな、こんなもんな。さあ、さらに作ります。ミスト、これをカバーするためにこうすると水と同じ感じでこうミストが流れると。ここまでいったら、これちょうどここの部分がここに差し込み場所があるんですけどね、そこに入ります。同じ、カバーして、最後流木、ね、下の方を切ってからすごい安定が良くなったな。完成ですね。はい、綺麗になりました。じゃあお家帰ろう。この方も持ち帰ります。そっち行くなそっち行くな。おしまいです。はい、綺麗になりました。どうも、メガスムカツカン、めっちゃムカつかんでね。今回ね、メガスさんが俺のチャンネル使ってピース君何でも好きなことやっていいよみたいな、そういうことを言ってたのね。だから俺は考えた。メガスさんに会わせたい人がいるんですって言って、手品王子ぶつけてみようと思うよね。